札幌管区気象台によりますと、北海道付近は明日にかけ冬型の気圧配置が強まり、札幌を含む石狩地方や後志北部では大雪となる恐れがあります。明日午後6時までの24時間に予想される降雪量はいずれも多いところで、石狩地方の山間部と後志北部で50センチ、札幌など石狩地方の平地で40センチなどとなっています。発達した雪雲の動き方によっては、明日明け方から夜にかけて警報級の大雪となる可能性もあり、交通障害にも十分な注意が必要です。